フェリス女学院大学の船津明美です。青山学院大学高石真帆です。今回私たち2年生コンビが以外が特派員の代わりに普段食べることのない珍しい食材を使ったレストランを取材してきました。イメージとは違ってとっても美味しかったです。なんだい。それでは VTR ご覧ください。なんだろう。こんにちは、船津です。高石です。私たちは今石川町の駅前に来ております。オーストラリア料理が食べれるということでやってまいりました。では早速近いということなので足で数えていきたいと思います。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、あったあった。120、130、133、134、135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 、
京の駅から徒歩135分のところにあるオーストラリアンレストランバーオージー。こちらでオーストラリアならではの料理が食べられるそうなんですが、オージーね、オーストラリアのオージーね。なんだろう、ドキドキだね。なんだろう。はい、美味しそう。こちらがこの店人気の肉料理、オーストラリアならではの素材を使っているそうなんですが、一体何の肉なんでしょう。ぴょんぴょん離れるやつ。じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。夏の顔があんまり嬉しそうじゃないすごい恐ろしそうだね。すでに怪嫌だもん、うん、ちょっと怖かったんですよ。ちょっとあの普通の牛肉のたたきみたいな感じで、牛肉だと思います。ですか。あ、美味しい。美味しくない。美味しいね、うん、オージービーフ。やっぱオーストラリアなんで、うん、これ多分オージービーフだと、これ絶対オージービーフだよね。ところが一応こちらは、カンガルーのお肉。やっちゃったカンガルー食べちゃった。これですよね、これ。そうです。オーストラリアではポピュラー。カンガルーは、オーストラリア人はそんなには食べないんですけど、一応観光向けみたいな感じで。なるほど、オーストラリア食を出したり。そうですね、はい、やっぱオージービーフがメインになっちゃうんで。でもカンガルーだとは思わなかった。あとですね、うちの目玉商品として人気のある料理が一つあるんですよ。え、これの他にですか。コアラだ。コアラかな。コアラコアラ、これがカンガルーと人気を二分するというある動物の肉。一見淡白そうなこの肉もオーストラリアならではの動物の肉だったんです。どこの肉。ホタテみたいな。そうだよね。え、ホタテは、うん、すごいあっさりしてる。実際に食らったらもう疑惑の目です。うん、美味しい。あっさりしてて鶏肉っぽい。鶏肉っぽい。鶏肉。すいません、これは怖いよ。怖かった。こちらはですね、クロコダイルのバーベキューです。クロコダイル。クロコダイルって、ワニ。ワニ。ワニ。え、ちょっと待って。ワニ。そう、ワニ肉のバーベキューだったんです。こちらのお店ではワニの尻尾の肉を使用。よく動く部分なので、ということで筋肉が発達してとっても。ワニの尻尾ということだったんですけど、ちょっとまだショックを隠しきれず、でもとても美味しかったんで、皆さんもぜひ食べてみてください。どうも、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。以上、高石と船津と磯部がお伝えしました。みんなワニ食べに来てね。あんまり喜んでない。皆さん食べたことありますか、クロコダイルとカンガルー。でもカンガルーって高タンパクで低カロリーなんでダイエットに、うん、そうなんですよね。でもなんか私たちが食べてないものって案外そういう食品多いよね。そうだよな。カエルとウサギとシカは食べたんだけど、なんかやっぱりそれも低カロリー高タンパクで、あと忘れちゃいけないコブラ。コブラコブラもいいですよ。そうだよな、粉末な。粉末、はい、最高ですよ。いや、俺ね、オーストラリアから帰った時にね、空港にもお土産で売ってたよ、カンガルージャーキー。あ、そうそう、ね、あ、食べたことあります。私だ、みんなあんだよね、ちょっとはね。ここは常に食べれるの。そうですね。あと他にもベジマイトっていう、なんかバターみたいなものをパンに塗って
それも美味しかった。美味しかった。最初チョコかと思ったんですけど。何なのそれ。いや、あのビールの工房、ビール工房とあのそのオーストラリアで育ったお野菜をこう発酵したんです。発酵したんですか。あと荒木さんも食べたこと。そう、ベジマイタってオーストラリアにホームステイ行った時に、うん、結構脅かされて食べさせられたんですけど、うん、見た目真っ黒で、うん、結構野菜の苦味がなんですよ。そのペーストみたいにして、ペーストなんです。パンとかに塗ったり。本当に朝とかみんな子供とかもあのマーガリンみたいにつけちゃべる。食べんの。はい。え、どんな味がするんですか。アンチョビみたいな、なんてちょっとワインっぽい、ね、一言で言うと大人の味。あ、まあ、それ難しいから一応二十歳になったんで大人の味です。あ、そうだよね。フナツが絶対大人の味知らなそうだもん。知ってますよ、ずっと食べるのが大人の味だって。大人の味。そしてこちらがお店の紹介なんですけど、完全に分断しただろ今。はい、うまく切ってこきました。はい、定休日は火曜日となっております。そして本当駅から近くて、さっき言ったように135歩で着くんで、うん、皆さん測りながら行ってみてください。わかった、はい、135歩。船津さん、高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございます。